フランシスコ・ホセ・メヒアは、ドミニカ共和国、ペラビア・シューバに出身のプロ野球選手、ウト・リョーダ、MLB のタンパベレイズ所属。クリーブランド・インディアンス時代2012年に、アマチュア・フリーエージェントで、クリーブランド・インディアンスと契約して、プロ入り。当時のポジションは、遊撃手だった。2013年に、参加のルーキー級アリゾナ・リーグ・インディアンスで、プロデビュー。 三十試合に出場して打率、三百五四本塁打二十四打点、三盗塁を記録した。二千十四年は A-9、マホーニングバレースクラッパーズでプレーし、六十六試合に出場して打率、二百八十二二本塁打三十六打点、二盗塁を記録した。二千十五年は A 級、レイクカウンティキャプテンズでプレーし、百九試合に、 出場して打率、243、9本塁打五53打点、4盗塁を記録した。2016年は、A 級レイクカウンティと A 級リンチバーグヒルキャッツでプレイし、2球団合計で102試合に出場して打率、342、11本塁打、80打点、2盗塁を記録した。この年は、マイナー史上4位体となる50試合連続安打を、 達成した。7月には、オールスターフューチャーズゲームにも選出されている。オフの11月18日には、ルール5ドラフトでの流出を防ぐために40人枠入りした。2017年、マイナーでは、AA 級アクロンラバーダックスでプレーし、92試合に出場して打率。九十七十四本打五十二打点、七盗塁を記録した。 また、6月28日には2年連続で、オールスターフューチャーズゲームの世界選抜として選出された。ロースター拡大後の9月1日に、メジャー初昇格を果たした。翌2日のデトロイトタイガース戦で、メジャーデビュー。サンディエゴパドレス時代2018年7月19日に、ブラッドハンド、アダム・シンバートのトレードで、サンディエゴパドレスへ移籍した。 2020年12月29日に、ブレイクスネルとのトレードで、ルイスパティのブレイクハント、コール・ウィルコックスと共にタンパベイレーズへ移籍した。打撃では、パワーがない、両打ちのブラディミール・ゲレーロと評され、悪級打ちの技術に欠ける。パワーがないというのはあくまで、ゲレーロと比べてであって、将来的にはメジャーで20本塁打を打てると予測する、声もある。 守備も強権であり、2016年シーズン終了後には、各媒体で、2016年に最もブレイクした、有望株に選ばれた。ありがとうございます。